やっていきましょう。頑張ってください。頑張るわよ。それじゃあ早速サイコロを振っていきましょう。オウカ、サイコロよろしくね。任せてよ。そろそろ先に進まないといけないわね。うん、頑張って多い数字を当てるね。あ、ごめんね。ほんと、全然進まないわね。大阪駅、戻ってきちゃったね。出ました、食材ルーレット。さあ、大根だよ、せっかちゃん。大根、美味しいね。せっかちゃん。あ、ごめん、次は頑張るから。それじゃあ、次行くよ。まだ1、1ほんと、全然進まないわね。あ、間違って遠くに行っちゃった。変なマスに止まったわね。ミニゲームのマスだね。カエルさんが転んだ、っていうゲームね。何それ、面白そうだね。ルールは、だるまさんが転んだ、と一緒ね。ここはせっかちゃんに任せるね。え、私なの。うん、頑張ってね、せっかちゃん。うん、頑張ってみるわ。さあ、始まったわよ。え、とりあえず、前に進むわね。転んだ。野良猫が転んだ。そこはだるまさんじゃないのね。おお、すごい、進撃のカエルだね。おら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 。お、しきちゃんの後ろまで来たよ。あとはしきちゃんが前を向いたらとどめね。さあ、力を貯めるわよ。転んだ。進化試験が転んだって意味悪いわね。さあ、とどめよ。アタック。せっかちゃんの勝ちだね。ふふ、まだまだしきちゃんには負けないわよ。今回は15秒でクリアだね。初めてだから、いい記録なのかわからないわね。しきちゃんの根性がアップしたよ。なるほど、ミニゲームをすることでもしきちゃんが成長するのね。それじゃあ、次々行きましょう。で、3回連続1位。オウカの性格がサイコロに出てるんじゃないの。そんなことないよ。そして3度目の大阪駅。この短期間で何回も大阪駅行ってるわね。はぁ、プニプニ。パサパサ。プニプニ、パサパサ。今度は一体何かしらね。ふぅ、ホクホク。もちもち。わかった、食べ物だ。ああ、なるほど、そうかもしれないわね。わあ、サクサク。ポリポリ。ほらほら、絶対にそうだよ。おお、アマテラス様に貸していただいた書物を読んでいたのですが。ちゃんと勉強してたのね。キキちゃんが私を置いて賢くなっていくよ。だったらオウカもしっかり勉強しなさい。嫌だ。おかげで、だいぶ人間に関する知識が増えてきましたよ。まず、ジューシーという考え方があります。ジューシー。ジューシーって食べ物を食べる時の考えかな。お、食べ物の汁が口の中に溢れ、満たし、満足感を与えてくれるんです。あ、そう言われるとお腹が空いてきちゃうね。特に、果物、肉料理などに用いられる表現なのです。オウカ、今日は肉料理でいきましょう。次に、残念、今日は白菜炒めです。お肉？チョコレートやアイスなど、お菓子を食べた際によく使われるのですが。口どけいいよね。口の中でとろけるような、滑らかな舌触り。料理でいつから、食レポ実況になったの。例えられることがあります。それにしても、以前に比べて、結構知識が増えてきたよね。そうね、でも、なんか知識が偏ってる気がするんだけど。三つ星料理大全。完全な料理本ね。全17巻。全17巻。全部読んだの。うーん、でもこれだとアマテラス様が。ほら、やっぱり怒った。ま、確かに偏ってたもんね。他のは、ちょっと、難しくて。キキちゃん、さすがだよ。うん、キキちゃんの虫がオウカだから、性格がオウカ寄りになってきてる気がするわ。へへ、それほどでも、ロックに褒めてないわよ。今回取った大根があれば、おでんができるよ。楽しみですね。全部が大根しかないけどね。そうだ、オウカさん質問。はい、何でしょう。オウカさんおすすめの絶品料理を教えてください。さあ、キキちゃんにいいところを見せてあげなさい。と言われても、いろいろあるからな。とりあえずみんな大好き肉じゃがで。
定番中の定番が来たわね。いいの、マニアックなものより、みんなに親しみのある食べ物の方がいいでしょ。まあ、現時点でしきちゃんの知識が偏ってるから、ここは普通の料理を教えた方がいいかもね。それじゃあ、しきちゃんに肉じゃがを教えるね。なるほど。肉じゃが。肉じゃがは、料理、頭に叩き込みました。うん、絶対に忘れないでね。肉じゃがを口にするその日まで。私たちの旅は、終われません。終われないね、しきちゃん。あんたたち、目的が変わってるわよ。えへへ、まったく、すぐに寄り道するんだから。それじゃあ、サイコロ振るね。頑張ってください。いい加減先に進まないと、いろいろと大変なことになるわよ。うん、そろそろ本格的に進みます。楽です。お、一気に進めるわね。私はやればできる女なんだよ。はいはい、すごいすごい。しょぼーん。これで結構先に進めるね。でも、目的地まではまだ遠いわね。天馬橋駅に到着です。天馬橋駅に到着だね。初めて来た駅ね。大田さんと仲の良い家族の人を教えてください。それはもう決まってるよ。誰、お姉ちゃん、とか、それとも。もちろんせっかちゃんに決まってるじゃない。もう、多かったら。せっかお姉ちゃんも、ろかちゃんも大事だけど、やっぱりせっかちゃんだよね。あとは含まれてないので。なるほど。だって含めたら、せっかちゃん嫉妬しちゃうじゃん。いないわよ。というか、ちゃんまで入れたの。あ、ごめん、癖で。それじゃあ、私の名前がしき、せっか、ちゃん、になっちゃうじゃない。せっかがミドルネームになっちゃったね。誰のせいよ。せっかちゃんは、仲の良い家族の人。頭に叩き込みました。でもしきちゃんはちゃんと理解してるから大丈夫だよ。そうね、しきちゃんはあんまり心配してないわ。しきちゃんより大岡が心配だわ。私もしっかりしてるよ。それじゃあ、次のサイコロを振るね。2です。まだ、目的地に着かないわね。大阪って路線が複雑すぎて、よくわからないんだよね。田舎者の私たちにはきついわよね。あ、お賽銭が手に入ったよ。32円じゃ、どうにもならないわね。さて、そろそろ最後にしますか。3です。目的地過ぎてるじゃないの。あっちゃあ、張り切りすぎちゃったね。渡辺橋駅に到着です。太田さんが今、飲みたい飲み物を教えてください。あ、今はお茶が欲しいかも。それじゃあ、しきちゃんにそれを教えてあげなさいよ。そうだね。なるほど。お茶。うん、やっぱりお茶だよね。ジュースばかり飲んでると体に悪いから気をつけるのよ。お茶は、今、飲みたい飲み物。頭に叩き込みました。しきちゃん、そんなに叩き込まなくてもいいのよ。そこがしきちゃんらしいんだけどね。それじゃあ、今回はここまでにしようか、おうか。そうだね、それでは今回の実況はここで終わります。今回はここまでです。楽しんでいただけたでしょうか。面白いと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録お願いします。他にも、パトや私たちのゲーム実況、ゆっくり茶番などの動画もやっていますので、ぜひ見ていってくださいね。それでは次回もお楽しみに。また見に来て。